スーパー GT 第7戦天王山九州決戦。チャンピオン争いは史上稀に見る大混戦。ここオートポリスで勝利した者がチャンピオンに王手をかける。天下分け目の戦いが今幕を開ける。ポールスタートはゼントセルモ、フロントローにはモチュール、ウィダーがつけ、チャンピオン争いをする3台が前列からのスタート。大混戦で迎えた第7戦オートポリス、いよいよ決勝がスタートしようとしています。いつもとね雰囲気が違って本当に緊張感がすごいです。どうですか？38号車の立川選手に勝ってもらったんですけど、はい、ポールポジションを獲得してもうさらに勝ちへの執念かなり強くなってて、これはポールトゥービンになっていく感じです、はい、なるほど。18号車のマコウィッキー選手はミシュランがかなりハマっていると、2、3、4位もミシュランですし、ね、このままいけるんじゃないかというふうにかなり強い自信見せてました。そんな中でね、まあ、23号車日産 GTR ですし、そこに来てミシュランだから、そうなってくるとやっぱ日産強いですから。ここそして迎える運命の瞬間。あ、今最終コーナー立ち上がってきました。はい、来ました。さあいよいよスタートです。緊張する。2013オートバックススーパー GT 第7戦オートポリス、ゼントセルモ、そしてモチュールというこの2番が前を引っ張る形で今スタートしていきました。まずは1コーナーに向かう。ゼントが先頭、ゼントが先頭、後ろからウィダーも揺すりながら1コーナーに向かっていきます。ここまでは何もなくスムーズに1コーナー入っていきました。スムーズに1コーナー入っていた。ちょっと LTA 遅れているか。わずかな失敗も許されない戦い。全車慎重なスタート。ちょっと前途がね、一つやっぱこのサーキットだけあって狭いですし、一つ抜けてますね。すでにこのままどん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 離していくのか。ポールスタートの前途平手公平、アドバンテージを生かし後続を離しにかかる。特にオートポリスは一番前からスタートすると、混乱とかもなくいけると思うんで、本当すごくいい位置からスタートできるんで、もうこのまま逃げ切ってしっかりとレースまとめて勝ちたいと思います。レース3周、ウィダー山本直樹をピンチが襲う。モーラ元山聡がウィダー山本をロックオン。2人のキャリアの差は13年。モーラ元山大きくマシンを振って山本を牽制、一気に3位を奪う。さらにもう一台ウィダー山本を狙うマシンが現れる。現在ウィダーと並んでポイントランキングトップのカルソニック GTR 松田継男。チャンピオン争いにおいてカルソニック松田は絶対に前に行かせたくない相手。みんな勝つためにここに来てるわけなんで、特に今年はそのランキングポイント的にも大きい差がなく横並びになってるんで、やっぱり気持ちが強いチーム、あと運とか全てを味方につけたチームがやっぱチャンピオンになれると思うんで、やっぱその辺負けたくないですね。レース九州、カルソニック松田がウィダー山本をロックオン。300のコンソー抜けていってカルソニックがウィダーを捉えていた。両者の戦いは300クラスのバトルに突っ込む D 難度のスリリングなバトルに発展。カルソニックがウィダーを捉えている。並ぶ並ぶ松田、次を並んだ山本、山本交代、山本交代、ウィダーがペースが上がらない。ウィダー山本5位へ交代。あまりにもあっさりとした決着、一体何があったのか。 It's really really difficult this track for the tire. For the beginning of the race we decided to be really safe. ロニー、すぐ後ろにモテ山いるからね、気をつけて後ろ。ペース的にちょっとロニーがやっぱり伸びてないんでしょうか。2位スタートのモチュール、ロニー・クインタレッリも意外にもペースが上がらず苦しんでいた。
とって苦しそうな感じですね。ちょっとタイヤ酷使してますよね、ロニーの方がね。ちょっと今我慢しなきゃいけないところかもしれないですね。ちょっと朝の走行でもそういう、序盤のところ苦しかったところがあったんで。生き残りをかけた戦いは誰も予測できなかった結末を迎える。チャンピオン争いから脱落者続出。果たして。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。レース10周モチュールロニーとモーラ本山の2位争いが激しさを増す。並んだ。しかし今本山、2台に同時にかわされる。後ろから松田次男も前に行った。なんとモチュールロニーが痛恨のコースオフ。ロニーらしからぬミスで順位を2つも落としてしまった。さらに300クラスと入り乱れる中でカルソニック松田がモーラ本山を捉える。カルソニック前に行くか。詰まった。松田が前だ。松田してやったり。さっきから松田君のライン選択が非常にいいですね。ですね。It seems like a lot of people are dropping with the performance on tires. So, as you can see, everybody's sliding around. But you know, it seems like we're having a good performance. So. ここで2位から4位までの GTR と5位 HSV の4台の争い。抜け出すのは一体誰なのか。これは狭いから難しそうですね。そうですね。しかも一歩間違うとというのがあるんで。そうです。ロニーは、ね、あ、どこ使った？本山。ロニーみたいに。飛び出しちゃう可能性が。そうですよね。そうですね。トップの前途平手はある不安を抱えていた。13秒5。ちょっと次の方がペースいいかな。平手はタイヤカスを拾ってしまいペースを上げられない状態だった。最速男立川雄二はパートナー平手の戦況を静かに見守っていた。まあ、正直ね、一時期チャンピオンシップちょっと諦めかけたんですけど、まあ、この間の優勝でね、まあ、全然わからないところまで来たんで、ここから2戦で多くどれだけ多くポイント取ったかの勝負になってくると思うんで、特に今年 SC 最後の年なんでね、まあ、チャンピオン取って終わりたいですね、はい、立川雄二と平手康平は残り2戦を連勝しチャンピオンを取る自信があった。レース27周ウィダー山本がペトロナスジェームスロシターに捕らえられた。ここに来て突如ペースが落ちた山本。何があったのか。山本選手、これはちょっとタイヤのピックアップが厳しそうです。後ろ煽ってる、入ってる。並ぶか。ロシター。ここでかましていった1コーナー。ロシターが前。おっと、しかし山本もう一度行くか。山本食らいつけるか。山本、しかしロシターが前に入った。ここオートポリスはタイヤカスが多く出る過酷なコース。山本はタイヤカスを拾ってしまいペースが上がらないのだ。さらにモチュールロニーの後ろにペトロナスロシターが迫ってきた。モチュールロニーのペースもここに来てかなり落ちている。300をパスするのもやっとの状態。タイヤはもう限界に近づいているようだ。そしてペトロナスロシターの追撃にあえなくオーバーテイクされてしまった。Amen.
このままでは勝負にならない。モチュールロニー緊急ピットイン。タイヤあれドアが閉まんないぞこれ。あ、閉まった閉まった。なんとバトルでライバルと接触、左サイドが損傷している。フィニッシュドライバーは柳田正孝。この遅れをカバーできるのか。まあ少し雨ポツポツ来てるからアウトラップ気をつけて。なんとここでサーキットに雨が降り始めた。カルソニックマツダのタイヤも悲鳴を上げ始める。できてるよ、このシューピットインね。とその時、2位カルソニック、3位モーラが同時ピットイン。さらにさあ同時ピットになって、あ、後ろウィダーいますね。トムスもいる、ペトロナスもいる。4台同時ピット上位陣です。なんと2位から5位までのマシンが同時に入ってきた。ピット戦争が勃発。ウィダー30秒で今ピットアウトしました。そしてカルソニックもピットアウト。前に出られるか。カルソニックも決まりました。カルソニックだ。カルソニックが前、そしてレイトモーラがその後ろかな。行きました。はい、ウィダー・マコビッキーがピットで逆転、暫定3位でコースに復帰した。もうここに来たか。さあそしてモチュールがこれ一周温まってますからね、タイヤね。新品のタイヤでしたね、ここは確か。アウトラップのペトロナス中島和樹、この男が終盤奇跡を起こす。さてさて、これでは他のアウトラップ勢を軒並み柳田かわしていきたいところですが、が、いやこれは行かせてほしい。外からかぶせていった。行かせます。さあ行った行った。モチュール柳田に先ほどの遅れを取り戻す大逆転のチャンス到来。まあ、前に1号車、18号車、12号車全部アウトラップだから、この周プッシュして、プッシュプッシュ。さらにレイブリックも伊沢拓也から小暮隆に代わりピットアウト。先頭集団の中へ飛び込んでいく。天王山九州決戦、この後とんでもない逆転劇が待っていた。レイブリックもこわーっと危ない。勢いよく先頭集団の中に飛び込んでいったレイブリック小暮だが、次の瞬間、あ、レイブリックが待ったんだ。私が小暮小暮言ってたら失礼しました。レイブリックは小暮がスピンしていたようです。あ、これ仮面になってないですか。アウトラップの小暮はライバルのマシンと接触しコースアウトしてしまった。入った、ごめんなさい。もうエンタでもあれちょっと強引すぎるよ。オッケー、じゃあちょっと落ち着いて、行こう。今シーズンは残り2戦となる中でレイブリックはクラッシュしてしまいまして、これで本当に事実上のチャンピオン争いからは脱落決定となってしまいました。ここでトップのゼントセルモがピットイン。ゼント立川がマシンに乗り込んだ瞬間、サーキットが騒然となる。お願いします。あーっとカルソニックが、うわー、うわー、カルソニック、カルソニッククラッシュ、ぶつかっている。なんとカルソニックが ぶつかっている。なんと2位のカルソニック JP オリベイラがスピン。無情にも星野監督の後ろをゼント立川がピットアウトしていく。ゼント立川当然トップでコース復帰。ライバルたちの自滅で大きなマージンができた。今後半ちょっと雨がポツポツ降ってましたけれども、その辺でこのレースやっぱり影響ありますか。ですかね。まあ、朝も雨降った中、まあ、スリックタイヤで走ってて、その時はそのタイヤのゴム付きっていうのはなかったんで、逆にちょっと雨降った方がそういう面ではいいのかななんて思いますけどね。これで2位に上がったウィダー・マコビッキーだが、イケイケのモーラ関口雄飛が牙を剥く。
マコビッキー対関口、日本とフランスのルーキー対決。ちょっと路面に水があるときは GTR の方が乗りやすそうなんですよね。ですからここから先濡れてますから、ちょっとチャンス。あ、いった、関口、関口、関口、奈良中、外から、かぶせる、かぶせる、かぶせる、インを取った、インを取った、かわしていった、関口、関口かわしていった。関口選手はすごいね。勢いに乗る関口がマコビッキーを捉え2位にポジションを上げる。レース38周、ウィダーマコビッキーの後ろに2台のマシンが急接近。三つどもえの3位争いに発展する。ウィダーマコビッキー、モチュール柳田、ペトロナス中島の戦い。ここで3位に躍り出たのはモチュール柳田。さらにペトロナス中島も柳田を追う。ここで後ろから中島和樹も前に行く。マコビッキーが後退していく。これでペトロナス中島和樹はチャンピオン争いに復活。より熾烈な争いになる。レース44周、モチュール柳田がついに2位のモーラ関口を捉えた。そーっと飛びましたが、300が詰まる。ロボット飛ばしていった、ペトロナスだ。いや、3ワイドになるか、3ワイドになる。ここで3ワイド危ない、ここで3ワイド危ない。インにモチュール、インにモチュール、並んでいる、並んでいる。ペトロナスが後ろについて、ペトロナスが前か。中島和樹が前に行きました。モチュール柳田がインに飛び込むが、ラインを塞がれ止まりきれずに接触。加速が鈍ったところをペトロナス中島がオーバーテイク。再び3位奪還を狙うモチュール柳田に信じられない無線が飛び込む。ダルティドライブスルー、この周でドライブスルー、ピットインしてごめんね。ピット作業で給油の作業違反、給油とタイヤ交換の同時作業違反。これでモチュールはチャンピオンから大きく遠のいてしまった。給油中にリアタイヤを交換したらしいんですけど、なんでそういうことが起きちゃうんですかね。モチュール柳田、このペナルティで7位に転落。諦めないよ、まだ行くよ。とここでチャンピオン争いに新たな刺客が現れる。この後トップ争いに大波乱のドラマが待ち受けていた。うわー、危ない。なんとここで2台ぶつかっていたのか。これはレース48周、モチュールのペナルティで2位争いが激しくなってきた。2位のモーラ関口が300クラスに絡みスローダウン。すかさずペトロナス中島がオーバーテイク。チャンピオンに向け驚異の追い上げを見せる。あっと、これでトムス中島前か。前ですね。前できましたね。いや、見逃した。 300が今詰まってたんだと思います。ランボルギーニ今2台いますので。38追うよ、マイナス10だよ、10秒先。ペトロナス中島、勝利へ向けさらにアクセルを踏んでいく。ペトロナス・トムスはこの順位でフィニッシュすればポイントランキングも3位に急浮上。全ては中島にかかっている。ここでもう一人チャンピオン争いに新たな刺客が、京浜塚越広大だ。ちょっと待ってください。景品がいった、景品がいった。そのウィナーをかわしていった景品です。景品塚越はハマると驚くほど速いと評判のドライバー。このレースはセッティングがバッチリ決まっている。キレキレの景品塚越がイケイケのモーラ関口をロックオン。
ケイケ関口など敵ではなかった。京浜塚越が3位浮上。高台他の一車タイヤでちょっと摩耗が激しかったらしいから、リアはちょっとだけきつかったって。はい、このまま京浜塚越が3位でフィニッシュすると、ポイントランキングでなんと2位に食い込むことになる。とここでトップを走るゼントのピットが、まだでもあと10周だから、1周1秒じゃ早い、1周1秒であと7秒でしょ。独走と思われたゼント立川だったが、突如ペースダウン。2位のペトロナスより1秒も遅い。頑張ってよ、頑張って。なんとペトロナス中島が一気に5秒差まで距離を詰めてきた。そしてついにペトロナス中島がゼント立川のすぐ後ろへ、その差1秒。ここに来て残り4周でちょっとこのレース分からなくなってきました。あー、これはやばい。ゼント立川逃げ切れるか。その時、うわー危ない。なんとここで2台ぶつかっていたのか。これはトップ立川の前で多重クラッシュ。立川はスピンしたマシンに右サイドを接触し、ダメージを負ってしまった。このロスをなんとかギリギリかいくぐっていった。危なかった。危なかったですね。そして並ぶ、そしてついにペトロナス中島がゼント立川を捉える。並ぶ、飛ばず並んだ。中島和樹インを取った。中島和樹かわしていった。そして1台クラッシュ、ルーニースポーツがクラッシュしました。ゼント立川残り3周でトップから陥落。ペトロナス中島がついにトップに立った。これでチャンピオン争いの勢力図も大きく塗り替わる。そしてキープのままフィニッシュしそうです。群雄割拠のチャンピオン争い、大きな勝ち星になります。ペトロナストムス SC430、 中島、そしてジェームスロスター、今シーズン2勝目のトップチェッカー。やったった、36号車ペトロナス、ドメス、中島和樹選手、ロシター選手、見事天王山を制しチャンピオン争いに食い込んできました。チャンピオン争いは上位8チームに絞られた。最後に笑うのは一体誰だ。そしてこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。奇跡の BMW を見逃すな。